いっちゃうよ。はい、どうも皆さんこんにちは、もりもりです。今回なんですけども、ちょっとね神がかってるサイトを見つけてしまって、まあなんぞやというと、配色カラーについてなんですけど、色の組み合わせであったり、文字と色の組み合わせとかね、そういった配色についての、もう僕たちがその求めてるものがもう全て解決できる素晴らしいサイトを見つけてしまったんで、まあ、そちらの方をね、紹介していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、こちらの画面にも書いてるんですけど、ドープリーカラーズかな、まあそんな感じのお名前のサイトなんですけど、ちょっとね映っていきますね。はい、ということで映ってきたら、まあこんな感じの見た目になってます。で、まあこれがね、そのできることがもうすんごいあるんですよ。なんせできることが多い。まあ、さっき言ったんですけど、まあ、全部できるって言ったじゃないですか。全部できるんですよ。きっと僕たちが求めてるのって、その色の組み合わせ何が合うかなとか、カラーのね、カラーコードって言うじゃないですか。その番号であったり、何でも見れちゃいます。もうその実力をもう早速ね、ちょっと見ていきたいんですけど、まずなんですけど、紹介する前に、大きく分けて、このサイトの使い方2つあります。で、1つ目は自分で、配色を決めていくっていうものですね。で、2つ目が、もうすでにある配色、まあ、既存に作られた配色を、まあ、自分で選んで、それを使っていくという感じになってます。なんで自分でも作ることができるし、もうすでに作られたものを使うこともできるっていう、完璧ですよね。まあそれさえあればね、もう賄えるんで。じゃあまず一つ目の自分で作る方を見ていきたいと思います。まずね、左上のね、この日本線クリックすると、こういう風にいろいろと出てきます。で、まず最初一番上から見ていくんですけど、パレットジェネレーターっていうところを押すとですね、こういった形であらかじめね、ランダムなんですけども色が出てきます。で、ここに出てくる色合いなんですけど、基本的にはおそらくその似た色というか、配色的に同系色であったり、まあ、類似色であったりっていう青色が出てくるんですよね。画面の上に今カーソル持っていくと、こういった形で、まあ、ゴミ箱マークであったり、この位置を変えるものであったり、ハートマークであったりね。で、ここのバーみたいなのを押すと、こういう風にその色相とか、サイドで明度を変えれたりね。で、この右上でも RGB とか CMYK とかっていう風にこういった感じで見れていくんですよね。これだけでも結構すごいじゃないですか。で、さらにこの下にはカラーコードもついてるので、まあ、もしねこの色合いのどれかカラー使いたいなってなったら、カラーコード見て使うこともできると。で、下の方もなんですけど、サイコロみたいなね、アイコンを押すとですね、ランダムなんですけども、色をね、シャッフルしてくれるんですよ。で、こういった感じで、その色の提案もしてくれると。で、保存の仕方は、この右のダウンロードマークですね。これを押すと、まあ、6つのね、形式でエクスポートできるよと。まあ、PDF とかね、PNG とか JPEG とか、画像として使ったり、データとして持ってくるっていうのにやりやすいですね。じゃあね、どんどん見ていきますね。次の、グラディエントジェネレーターの方を押していきますね。じゃあ、これは何かというとですね、グラデーションですね。色のグラデーションを作ってくれると。今回であれば、この5色ですね。赤っぽいの、ピンクっぽいので、まあ、ちょっと濃い、ピンクっぽいのと紫青みたいな感じで作ってくれてて、この中でもそれぞれね、カラーコードがあったりね、こういう風に見ることができるんですよ。で、例えばね、これ今5色なんですけども、まあ、3色にしてみようとかって思った方は、この右のね、×を押してあげたら減っていくんですよね、色。で、今3色になりましたよね。じゃあこの3色で、こうカーソルを移動させやってあげると、色がちょっと変わっていくと。これ面白いですよね。こんな感じで色変わっていくし、でここの、角度も変えれて、グラデーションの角度ですね、例えばこの0度あ360度やったら、下から上にこの赤から青に変わっていくようにできると。でこの、値も変えれると。これめっちゃすごくないですか。僕これもう感激して、やばみたいな。で、さらにね、この色相サイド、明暗のところもね、いじっちゃえば、この色合いも変化させたりとかできるし、やっぱ緑にしようみたいな、緑っぽいのでしょうとか。めっちゃすごいですよね。で、さらにね、これのすごいところなんですけど、画像を、このサイトに取り込んだら、その画像からグラデーションを作ることができるんですよ。まあ、ちょっと実践でやっていきますね。じゃあね、この左上のカメラマーク、Pick Color From Image ということで、まあ、写真から、カラーを撮ってくるよっていうことで、これを押し上げるとですね、ここに Select or Drop Image ということで、画像を持ってくると、その画像から色抽出できると。まあ、一回試しに、なんか持ってきますね。はい、ということで、例えばね、この、ツインモーションでね、作ったこの画像を持ってくるとするじゃないですか。じゃあですね、これのこのホイールを持っていくと、ここの色合い取ってくるよとできるんですよ。こう今変わってますよね、わーっと真ん中の色が。例えば青っぽいやつにしようとか。で、まあ、3色だと足りひんなみたいな思った人は、この右ね、クリックしてあげたらもう一個追加できるんですよね。だからちょっと赤入れてみたいな、赤入れので、ちょっと黄色も入れのみたいな、まあ、ちょっと茶色ですね、茶色入れて、緑入れて、で空入れて、白も欲しいなみたいなね、白っぽいのも入れてみたいな、こういうのもできちゃうと。もうすごくないですか。
で、まあ、他のねカラフル、ディープとか、ダークとかっていう風に、ここね選択するとですね、この画像からねこの、まあ、単語、まあ、ダーク、暗い部分やったら暗い部分だけでちょっと構成するとか、ブライトやったら、明るいところですね。だからこの中の明るいところを探して、おすごいですねこれ、めっちゃすごい、初めてやったんですけど、今僕こんな感じで、明るいとこだけ撮ってくるよとかね、パステルカラーやったらパステルカラーと探して、まあ、パステルカラーこんな感じ少なすぎたからね、まあ、全部こんな色なんですけど、ミュートは何やろな、ミュートはちょっとわからんかったけど、まあこういう感じになると、え、なんかめっちゃ楽しくないですか、僕だけかな、これがめっちゃ楽しくて、まあ一旦ね、カラフルとか今回はね、試しなんで、これできたと思ったらルックスグッドを押すんですよ。じゃあこれで、グラデーション作ってくる。でこっからまたね角度、やっぱ360度ダサいから、まあ45度にしようとかいう風に変えてあげて、ここのね1個ずつの色合いもさっき言ったみたいに、このサイドをね例えば上げたら左のところねちょっとだけ明るくなったんですね。でここもね、明度上げたらもう真っ白になっちゃうんで、下げたらちょっと暗くなったり、こういった感じで画像からねグラデーション作ることもできるっていうね、すごいですねこれ、まあ、他にもねまだすごいんで、もうどんどんいきますね。次ね、エキスプローラーはちょっと飛ばしてカラーコンバーター行ってみますね。でここは何かと言いますと、カラーコンバーターっていう風に、まあ、色の変換ですよね。この HEX とか RGB とか CMYK ってあるじゃないですか。でここに書いてる、例えばこの緑色が今カラーコードで言ったら 2EE の 14E なんですよ、RGB に変えたいよと押したら、ここの、メインがね変わると。 RGB であれば46、225、78 と、 CMYK やったら80、0、65、12みたいな感じで、すぐにそのカラーの変換もすぐできちゃうっていう、これも分かる、すごくないですか。だから例えばその、印刷そういう時はこの CMYK やしとか、コンピューター上で見るのは RGB やしとかね、あと他のこういうなんかウェブ上で使う変換形式であれば、それにすると変換もすぐ分かると。でさっきも言ったんですけど、このサイコロで色は変えれるんで、こういった形で見ることもできると。これもすごいですね。はい、じゃあ次いきます。じゃあ次はですね、カラートーナーいきますね。でこれは何かと言いますと、この、一つの色からこのね徐々にこう暗くなっていく、明度がね低くなっていくような、こういう形にすることもできるんですよ。でこれを丸々まあ例えば保存することもできるし、シェイズじゃなくてトーンズにしたら、これサイドかな、多分サイドが変わっていくと。でティントやったら、ティントかっこいいよな、ティントやったらこういう風にも変わっていくという感じ で、こう個数も選べるっていうね。いやめっちゃ楽しいですねこれ、楽しくないですか。1個からほら40個まで増えた、楽しい。はい、じゃあすいません、ちょっと勝手に楽しんじゃってね。でこんなんできるってマジでこのサイトすごいですよね。めっちゃね見っけた時思ってたんですよ。はい、じゃあもう次いきますね。はい、ということでちょっと休憩したんで次やっていきたいなと思います。次なんですけど、カラーホイールですね。こちらはこれね、真ん中が色 で周りのこの丸は何かというと、明度ですね、暗さと明るさを、まあ、調整すると。でそれぞれの色ごとに、まあ、見ることができる。で今回カスタムモードってなってるのは、まあ、色を自分で追加して好きにこう動かせるよっていうモードです。で次のね、これ全部でモード6つあるんですけど、次が、コンプリメンタリーモードということで、補色ですね、対極にある色を選ぶことができると。だこいつとこいつが対極でとか、他のところも補色の関係に当たる位置を全部やってくれるモードになってます。で次が、モノクロマティックモードということで、まあ、同じ色ですね、まあ、単色って意味なのかな、同じ色のところを撮ってる、同じ場所だけどちょっと濃さが違ったりっていう。はい、で次がアナラゴスモードみたいな感じの読み方で、これが、まあ、類似色ですね、似てる色を撮ってきますよという感じです。でその次が、トリアディックモードは、これ正三角形の位置に当たる、色をお互いに好きなところ選ぶことができるよと。で最後に、テトラディックモード、これはね、補色同士、まあ、十字ですね、バッテンみたいな位置にあるものを全部選ぶこと、自動で、まあ、選んでくれるという感じになってます。これもね、ここでランダムにね変えてあげたら、いろんなねこの十字、まあ、バッテンですけど風に変わっていくという感じで、これももうやばいですよね、ちゃんとコードも載ってるんですよ。なんで、まあ、カスタムじゃなくて、この例えばねこの補色の位置だとこれやし、モノクロマ、単色の位置でちょっと違うのあったらこれやしとかも選べるっていうの、素晴らしい。ということで次いきます。はい、次がコントラストチェッカーということですね。もうこれちょっと僕の中で一押しなんですけども、これ何かと言いますと、この今バックグラウンドカラーってあるじゃないですか、これが今、深緑みたいなね、ちょっと抹茶色みたいな感じで、テキストカラーが、まあ、メロンっぽい色ですね、メロンみたいな色合い でその上にコントラストレイティオかな、比率かな、これコントラストの比率みたいな書いてあって、ノーマルテキストとラージテキストって書いてるところがあって、まあ、バッテンとチェック入ってるじゃないですか。これ何を表してるかっていうと、読みやすいかどうか、この色合いで見やすいかどうかっていうのを表現してるんですよね。だから今バツ3つもあって、まあ、悪いと、
まあちょっと読みづらいな、見づらいなみたいな。例えばこのテキストカラーをちょっと、ね、色相を変えていくと。で今のところを見てください。ノーマルテキストまあ OK みたいな。ラージテキストはまあ OK。この色合いやったら結構まあ見やすいよみたいな感じで言ってくれてるんですよね。例えばバツバツやったら見づらくないかみたいなね。合ってなくないみたいな。この色合いはみたいな。この色合いはちょっとおかしいなっていうのを表現してくれる。このチェックがまあ揃いそうな色合いをまあ自分の中でね、ちょっと探していくと結構変わってくるのかなと思います。バッチリ合うのがどこやろう。この辺かな。例えばこの辺とかやったら多分合いましたね。この色合いだったら、すんごい比率的にも OK やし、まあ、見やすい、お互いのねその背景とテキストのカラーが合ってますよっていう、このフル OK もらったらまあいいのかなみたいな。これできちゃうってすごくないですか。でしかもカラーコード載ってるから、自分で作成するときにもこれで見本見ながら合わせていって、自分で作るときにそのコードだけ打てば間違いなしということでね。はい、次やっていきます。はい、で次カラートランジションなんですけど、これちょっと分かりづらいんですけど、多分この色とこの色、この赤とまあ青の間はこいつになるよみたいな話だと思うんですよ。で今分割数決めれて、こうわーっと分けていくと、まあ、グラデーションみたいな感じで、ね、なっていく。でこっからここに変わるまでのこの色も選べるよみたいな、多分そういうことやと思ってます。例えば1やったらこいつとこいつの間でこれになってるし、もっと増やしてあげればこう馴染んだ感じで表現される。まあ、これも使えるかなと。はい、じゃあ次いきますね。次が、最後ですね。カラーミキサーかな。これに関しても、このね、それぞれの色、このそれぞれの、いろんな色から一つのこのコモっていうものかな。この色を作ってますよっていう感じになります。だからちょっとね、配色の比率を変えていったら名前も変わるんですよ。フルーツサラダとか。すごいですね。フルーツサラダってこの色なんやみたいな。もうちょっと緑多くしたらどうなんだろうねみたいな。おー、なんか変わりましたね。なんちゃグリーンみたいなね。シーグリーン。おー、すごいですね、これ。逆に紫多くしたら、おー、ほうほう、変わっていた。かっこいいですね。ウォーターブルーみたいな。キンバーリーみたいなね。変わっていって、これもめっちゃ重いですよね。ラベンダーパープル。いい。かっこいいですね、これ。とかっていう感じで、これもその何種類かの色から一つの色を作成するみたいな。でその時にカラーコードもあるし、まあ、名前もついてるのがちょっと可愛いですよね。これ楽しいな。ホキホキホキ、どっちもあるっていうね。はい、って感じです。これで、ここのね、自分で作る、最初に言ってた一つ目の、ツールね、自分で作るバージョンの説明は以上になります。じゃあ次は既存のものを見ていく、エキスプロアーの方を見ていきましょう。はい、じゃあね、エキスプロアーのまず、パレットっていうとこね、選択するとこんな感じでね、もともと組み合わさった色が一覧になって出てくるんです。これってめっちゃ良くないですか。いろんなパターンがあって、これパターンがね、このサーチンで23,76カラーパレットということで、2万通り以上あるっていうね、すごいですよね、これ。しかもこれのすごいのが、ここにちゃんとカラーパレットもからまた選べて、しかもトレンドもあるみたいな。今のトレンドとかポピュラー人気で0.最新のみたいな。でオールタイム Now パストウィークパストマンスパストイヤーみたいな。だから例えば、パストウィーク先週のトレンドのカラーパレットはこれですよみたいな。ほんまかいって感じなんですけど、まあまあ一応ね、そうなんやっていう感じで、この色合いとか結構なんか可愛いですね。これとかも派手な感じで、うん、ちょっとポール・スミスみたいな感じですけど、でこれとかまあなんかフワちゃんみたいな感じかな、うん、って感じで、まあ、トレンドも、まあ、一応本当か知らないけど、まあ、載ってると。人気な色ですかね。今の人気はじゃあ何やろうな、って感じですね。なんかこの辺とかなんか服屋さんとかでありそうですね。竹尾菊池のセーターみたいな。細かすぎて伝わらんかもだけど、はい、そんな感じで。でカラーパレット以外にもよくて、カラーズやったら色をね出してくれてると。色と名前とコード、カラーコードがあって、まあ、ダークグリーンやったら、この色合いで 002B2A とかね。これも ボカラグレイかな、 1D1C1B みたいなであって。でカラーズの次は、カラー&タイプ。これも僕もまた一応しきました。カラー&タイプね、これ背景の色とこの文字の色がうまくマッチしてるものがもうすでに作られてるんですよ。だから背景はこのカラーコードで、文字のタイプの方はこのカラーコード組み合わせたらこれになるよと。めっちゃ良くないですか。ライスフラワーとか名前あんのがちょっと面白いなっていう。マーベルとかね、ライトブルーとか、スノードリフトとか、エッグサワーっていう感じのね、結構あのレトロな色合いというかアメリカンな色合いみたいなもあったりして、かなり面白いですよね。はい、で、グレディエン
ットの方はこれに関してはまあグラデーションですよね。こっちもグラデーションでこうプラスしたらまた1個増えるよとかって感じでね、これも保存はここで保存できるし、グラデーションについて載っていると。でカラー&イメージ、これも、これも一押しですね僕の中で。写真の中からこの色合い使ってますよっていうのが出るんですよ。もう天才的じゃないですか。これやったらこれやろうみたいな、この色合いのやつがこの中に入ってるよとかね。その写真とカラー、そのイメージつけやすいですよね。だからめっちゃわかりやすい。これもう好きですもん、このサイト。もうこのサイト好きになりました、本当に。この1日で、うん、すごい楽しい。で、カラーペリアの方、ここは何かって言ったら色のね説明ついてるんですよね。色の説明とこの徐々に変わっていく変化みたいなのも書いていて、ここはね赤はねなんかラブとかね、バイオレンスとか、なんか暴力的とかね、デンジャーで危険とか、案が起こっているとかね、まあ、そういうアドベンチャー冒険的なのちょっと分かんないけど、まあ、積極的にパワフルでみたいな、そういうのが入ってると。ここもだから結構おもろいなと思って、オレンジやったら楽しい、ハピネス、幸せみたいな、エンジョイメントみたいな、よくないですかこれ。これが見れるっていうのも、まあ、このサイトの一つのなんか面白みというか、結構ね面白いですねこれ見てたら。はい、そんな感じでエキスプローの方もね、終わったから、はい、だいぶ長くなったんですけど、まあ、ツールの方はね自分で作る方で、エキスプローの方はまあ文字通りね見る方、探す方ですね。なんで、まあ、自分で作りたい人は、まあ、ツールの方で作っていったりとか、でもちょ時間ないしとか、まあ、僕私はもう元々あるやつでいいからとにかく使いたいですという人は、このエキスプローのねこのパレットとかから選んでいったらいいのかなと思います。これもね押してあげたらこの画面に行って、この表示形式もねここで変えれるんですよね。この左下を押してあげたらこういう風に、まあ、これもちょっと可愛いですよね。なんかびっくりマークかなみたいな、はい、こういう形で変えていくと。でカラーコードも絶対載ってるし、で保存するときはねこのダウンロードマークをクリックして、一番最初にやったんですけど、その保存形式を選んであげるという感じで、はい、ということで、まあ、このね、一つの配色のサイト一つあれば、まあ、正直もう他のサイト使わなくてもいいのかなって思うぐらい僕の中ではかなりね有能なサイトやったんで、よかったら皆さんも使ってくださいということで、今回の動画もいいなと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。